はい、皆さんこんにちは、ドラゴンキットです。ですね、シーズンの方がね、まあ終わりまして、今日から、オフシーズンの、いろいろ補強とかね、そういうのしていきたいと思います。で、ですね、まず、今シーズンのね、結局、クライマックスシリーズは、まあその後、広島、優勝した広島がそのままセ・リーグ行きました。で、それからパ・リーグのちょっと次を見出すと、まあ、西武が確か1位で、こちらも西武が最終的に勝ち上がって、その後、日本シリーズがありまして、セ・リーグ、パ・リーグの、西武が4連勝いたしてまして、結局、まあ、西武が、まあ、2017年の、年間チャンピオンということになりました。で、まあ、我がチームはですね、巨人に負けたため3位でクライマックスシーズンも終わってしまったということで、まあ、今日からこのオフシーズン補強しつつ、来シーズンに向けてね、補強していきたいと思います。で、まあ、ちょっとそれを踏まえて、今後の補強ですね。ちょっと、まあ、どういう人が必要かっていうのをね、ちょっと成績を見ながら、チーム成績をね、見ていきましょう。で、まず、これ順位表で見ないかな？あ、順位表じゃないか。投手、そうですね。まず、ピッチャーの成績で言いますと、防御率はもう1です。で、失点も少ない。安打数ももう唯一1000点切ってますね。で、まあ、奪三振も多い。まあ、ちょっとフォアボールがちょっと一番実は多くて、ホームランも多いということがちょっとあったんですね。で、まあ、ピッチャーに関しては特に、まあ、即戦力は特には、まあ、どうでしょうかね。まあ、ちょっと、ピッチャーに関してはまだ今回はまあ、いいかなと思ってます。まあ、ただ、こう、やっぱり、基本レーダーがやっぱり多い。で、フォアボールが多いってことなんで、やっぱコントロールのいい人、あと、こう、なんですかね、こう、球威のある人ですね。球速速い人。そういうピッチャーがやっぱうちには少ないのかなって思うんで、ちょっとその辺をちょっと補強ポイントにしたいと思います。一方、野手はね、もう、断トツのこの打率、リーグ最下位ですよね。で、ヒット数もやっぱ少ないと。で、まあ、まあ、盗塁の企画数も少なかったんで、まあ、盗塁も最、止めになったんですけど、で、まあ、ホームラン自体は、まあ、出てはいますけど、これもまあ、ゲレードのおかげっていうのもあるんですけど、まあ、ホームランは割と打ってましたね。まあ、なんで、やっぱりこう、野手に関してやっぱり打てる人、率残せる人っていうのが、やっぱり即戦力としては欲しいところですね。で、あ、すごい、守備1ですね、すごいね。守備力はやっぱかなり高いんで、守備は今回はね、守備はあんまり重視しないで、やっぱりこう、バッティングですね。投手11位ってなんで11なのかな？これ能力がってことなのかな？これちょっといまいちよくわかんないんですけど。結局、なるほど。投球回数を超えたのは結局、バルネス・ジョーダンのこの外人2人だけだったってことですか。あー、なるほど。他の人たちも、そっか、岡沢原とか、アチラとか、小熊、あったエリだっけ、あ、山井か。山井も、そうですね。結局、途中から出てきた人が多いがために、ちょっと結局、1年間ローって守ったのが外人のみということで、やはりその先発、即戦力の先発がやっぱり一人欲しいっていうところもあるかもしれませんね。正直言うともバイオレスも次40歳になるのと、それから、山井もベテランなんで、そうすると、まあ、アチラが覚醒して出てきたのもあるんですが、先発がそうするともう、あと、あ、もちろんそのね、柳やら、ね、こう、吉見大なだりが出てこればいい話なんですが、まあ、どうしても、あとはちょっと、小笠原とか、まあ、笠原君を先発使ってもあるんですが、まあ、笠原はちょっと中継ぎぐらいかな、と。まあ、あとは、あれ、あいつが、あ、鈴木翔太ですね。鈴木翔太は僕はちょっと、個人的にはちょっと気になってるんですが、ちょっとまだまだ、球の球威がないのがちょっと、伸びはあるんですけど、ちょっと球速遅いっていうのもあってね、ちょっとまだ先発で人立ちはちょっとあれなんで、
まあ、確かに先発は1人取ってもいいかなと思いますね。一方で、中継ぎに関しては、かなり十分ね。まあ、これは勝ち数ですね。あ、ちょっと谷本が実は中継ぎで12勝したんで、これすごいんですけど。まあ、小笠原、ジョーダン、山井と、まあ、ちょっと、先発足りない中で、お、すげえ、谷間は50セーブしたんですね。まあ、中継ぎに関しては、まあ、谷間が抑えていながら、あと、三つ間谷本がもう40ホールド以上。あと、岩瀬もいて、まあ、あと、ね、ちょこちょこ伊藤、まあ、又吉とか、笠原とかの辺行ってんで、まあ、中継ぎはそうでもないかなと。まず、先発型を一人、取れればいいかなぐらいの感じじゃないですかね。で、問題野手なんですよ。結局、定打席超えたのが、5人ですね。あ、ちょうども一応超えたんだ。ただ、荒木とかも結構打ってるんで、で、遠藤も最終的にはちょっと出てきたって、まあ、この辺でしょうね。で、まあ、正直な、ビシエドはちょっと、私、来季契約するかちょっと迷ってます。っていうのも、ちょっとホームランが、一応15本打ってくれたんですが、まあ、得点圏打率2割しかないっていうのもあるし、ちょっとあんまり打ってないイメージあるんですよね。なんて言ったら、ホームラン15本に対して打点が40しかないっていうのはちょっと低いですよね。まあ、ゲレーロとかでは一目瞭然なんですが、大島のホームラン6本で47打点で負けてますからね。って考えると、ちょっとビシエドを残すかちょっと危ういところです。で、まあ、そう考えると、守備で言うと、まあ、セカンドショートはとりあえず亀沢と荒木、それからまあ、京田はちょっと私個人的に使いたいんで、まあ京田と、まあ遠藤ですね。まあ遠藤は外野もできますが、まあこの辺りが出てきてるんで、二遊間のセンターラインはまあいいかなと思います。で、問題は今年ちょっとあまり固定できなかったサードですね。ちょっと福田が伸びが伸び悩んだっていうのもあって、福田。で、それから、まあ、ファースト、ビシエドがちょっと不透明なところがあるんで、このファーストとサードの辺ですね。まあ、サードですね、まずね。それから、外野も、正直、大島とゲレーロは、まあ、多分おそらく、ゲレーロも残留させるんで、この二人はスタメン確定なんですが、外野もあと一人、ちょっと出てきてないところなんで、外野手もちょっと欲しいかなと。で、まあ、できれば、どうでしょうね。ちょっと一発、まあ、ホームランは結局外人頼りって、もう日本人選手はほとんど打ってないんで、やっぱ和製大砲。和製大砲と、一人ちょっと優先的には取りたいですね。和製大砲。それから、まあ、できれば、まあ、率は、その後ついてくるってもあるんですが、とりあえずやっぱりちょっと和製大砲は少ないんで、ちょっと日本人和製大砲欲しいですね。まあ、結構総力的には、まあ、結局、盗塁リーグワースト2位なんですが、私は盗塁は割とした方じゃないかなと思います。まあ、この盗塁みたいなやつと、まあ、一応、大島とね、亀沢が16個、15個通知してますから、まあ、足はいいんじゃないですかね。まあ、ちょっと盗塁成功率がかなり否めませんが、まあ、強打に関しては2アニメ7日という盗塁数なんでね。まあ、どこですかね。まあ、ということなんで、あとはですね。あともう一つ、キャッチャーですね。キャッチャーが、まあ、一応杉山くんが覚醒してくれたんですが、まあ、これでもやっぱりこの能力だとちょっとやっぱり、バッティングがやっぱり打てるキャッチャーが今いないということなんで、なんで補強ポイントとしては、まず優先的にはやっぱサードですね。サードもしくはファーストの、やっぱりホームランバッターっていうか、まあ、こう、パワーヒッター系ですね。和製大砲。それから、まあ、次に、優勢なキャッチャーですかね。キャッチャー、もう打てるキャッチャーがちょっと欲しいかなと。肩強い人は、まあ、勝つとかいるんで、ちょっと、打てるキャッチャーがちょっと欲しいかなと。で、それから、あと優先的に言ったら、ピッチャー、先発ピッチャーですかね。一人ちょっと欲しいですね。で、まあ、あと外野と。で、どうでしょう。私的には、ピッチャーは割と若手とかも出てきてるんで、ピッチャーはそんなに、高卒じゃなくてもいいかなと思います。
で、野手なんですが、野手が結構ね、まあ、今年も中日ドラフト結構若手取ったと思うんですが、中日結構ね、高卒ルーキーとかあんまり少ないんですよ。確か、今って石垣が唯一の高卒じゃないですかね、今これ。で、次に若いのが確か京田なんですよ、大卒の。で、あともうみんななんか20後半とかがちょっと多いんで、社会人とか取った人が多いんでね。だからちょっと、若い人が欲しいですね。あ、もちろんサードの忘れたい方でちょっとね、即戦力おればそう越したことないんですが、ちょっと野手に関しては、まあキャッチャーも含め、ちょっと高卒狙いでちょっと取っていきたいかなと思います。まああとはちょっと、この後のちょっと誰がどういなくなるかっていうのを確認しないといけないんでね。で、ちなみにこれ、このオフシーズンのやつの11月の前に、なんかニュースがあって、アラウホ選手、ずっと二軍だったんですが、アラウホ選手が帰国しました。ということで、まあ私はこの後再帰国するつもりはないんで、アラウホはそのままほっときます。まあ外人に関しては、中日6人いるんですが、とりあえず今年一軍に出た人のうち、ビシエド以外の、まあ、ゲレーロ、それから、バルデスとジョーダンは残そうかなと考えます。ちょっとビシエド若干迷ってます。今、迷ってます。で、二軍にもう一人ロンドンというピッチャーもいるんですが、まあ、ロンドンも一軍で投げてないんで、とりあえず解雇しようかなと思います。で、まあ、これ今ずっと練習してんのかな。とりあえずずっと飛ばします。まあ、一応これ、練習設定できるらしいんですが、こういうふうにね。一応私はずっと、一応私はずっとお任せでやってるんで、まあ、これは特には、いじられない。めんどくさいんで、このままほったらかしてやっていきます。これ、どこまでオフシーズンなの？ドラフトとか、なんか、どっか、あ、キャスね。まず11月24日に飛びました。年間表彰式ですね。表彰式。さあ、まず各種の、タイトル発表があります。まずベストナインですね。ピッチャーやはり、セリーグ、菅野、パリーグ、菊池という風になりました。それがポジション別で見ますと、石原、キャッチャー石原、レッドヘッドがファーストです、セカンド、菊池。まあ、中日はあんまスタメン固定できなかったって、ポジションいろいろいじったっていうのもあって、ちょっと確かに取れなかったですね。で、サード、宮崎、ショート、坂本。あ、で、ゲレーロが一応外野で取りましたね。ゲレーロが外野手で、ベストナイン取ってます。それから、まで鈴木という風になってます。で、中日は、ベストナインは、ゲレーロの外野手のみということです。続いて、ゴールデングラブ。こちら、守備の方ですが、まあ、さっきとあんまりメンバー変わんないんですけど、まあ、ところどころちょっとメンバー変わったんですね。あー、大城も入ってないんだ。あー、守備が結局、ゴールデングラブの方は、中日はいません。ということですね。それから、個人タイトルですが、まず、MVP は結局、広島のエンドレッド、パリーグが菊池雄星ですね。で、沢村賞も菊池と、となりました。あ、そして、なんと、これ意外でしたね。新人王は三つ葉投手ですね。あー、なるほど。そっか、ちょっと強打がちょっと主本位だったのもあって、三つ葉だったんですね。一方、西武、パリーグは西武の源田が取ってます。それから打撃の方なんですが、首位打者は坂本くんがやはり飛びましたが、ホームランと打点を見事ゲレーロくんが2冠を、取りました。おめでとうございます。その後、盗塁王が梶谷、最多安打も坂本、出塁率がエドレッドですね。続いて、ピッチャーですが、最多勝ジョンソン、大村が並びましたね。で、勝率もジョンソンと。それから菅野が最優秀防御率、最多三振も菅野。あー、で、それ、田島が最多セーブです。50セーブ。おめでとうございます。これ、多分、プロ野球記録にはなってますね。田島。で、最優秀中継ぎが、今村という風になってます。まあ、中日も割と選ばれましたね。うん。うん、ベストナインと新人王、ホームラン、打点、最多セーブと。まあ、ゲレーロ様々ですね。今シーズンは。はい。残り続けますか、続けますと。とりあえず、日本一になるまでは頑張っていきたいと思います。はい。さあ、来ました。契約更改ですね。
さあ、ここでね、まずインターの選手とかもいるんで、ちょっと、いろいろちょっと人数ちゃんと考えながらドラフトとかもちょっと考えたいと思います。あっと、ちょっと待ってください。その前に大島選手が FA 宣言しましたね。あら、あ、そうなの？あ、あれ？なんか3年契約とかあれ、今年なんかしてたから、しないものかと思ったけど、したんだ。あらら、あーっと、って。連続か。平田も FA 宣言？あー。さあ、ここですね。じゃあ、ちょっと契約更改いきたいと思います。まあ、お金には余裕があるんで、まあ、十分、あれなんですが、まず、監督契約、森さんは続投でいきましょう。で、コーチですが、とりあえず、ちょっとやっぱバッティングが、やはりちょっとあれなんで、ちょっとバッティングちょっと春からちょっと変えますか。どうですかね、育成力と分析力ってあるんですが、やっぱり今はちょっと若手が少ないんで、やっぱりこう育成が高い人が私はちょっと好みかなと。今いる現有戦力をちょっとどうにか活かせないかという感じなんで、そうすると特殊能力が被害投手アップとバント丸の3コーダー車パイプ。ただ、それよりか、なんか、スラッガータイプの多いな。こいつも、コーダータイプか。3000円。あ、スラッガータイプいますね。ちょっと、スラッガータイプ、ちょっと、この人しましょうか。ちょっと高いですけど、4500。まあ、ピッチャー特に問題なかったので、ちょっととりあえず、デニーに、そば、ついてもらいましょう。守備もまあ、奈良原でいいでしょうね。うん。じゃあ、これで、監督とコーチは、あとスカウトですね。スカウトちょっと変更しましょう。まず国内スカウト。現在得意分野キャッチャーだったんだ。まあ、今のやっぱ、ウィークポイントですよね。まあ、今年がキャッチャー取れなかったっていう話もあるんですが、どうしましょうね。あ、こういうのもあるんだ。どうでしょう、ちょっと若手が少ないんで、ちょっと高校生狙いにしますか。ポジション関係なく、ちょっと、高校生狙いのちょっと金額高めのやつがいいな。どこまであるの？あ、結構そのとこまであるの。ちょっといきなり上げるのが伝えなんで、けどやっぱこの辺高いけどいいな。あ、どうしよう、BB ぐらいでいいんじゃないですか。この、東島さん。ね、6000ポイントですけど、お金は余裕あるんで、高校生重視でちょっと行きましょう。で、海外ですが、どうでしょうね。とりあえず、バッターはゲレーロがいるんで、まあ、多分いいとは思うんですよ。ピッチャーしますか。このピッチャーでちょっと BB ぐらいしましょう。投手、やっぱり、まあ、ジョーダン、バルデスがちょっとどうなのかわかんないんで、能力落ちてるんで、ちょっと先発系、あとできれば、やっぱリリーフに、やっぱ人に余裕持っていけると、例えば、やっぱりなんだっけ、マテオシを先発に持ってったりとか、ね、できるんで、やっぱ最終ね、中継ぎは問題ないと思ったんですけど、やっぱり、終盤ね、ちょっと田島とか特に打たれましたけど、田島とか、やっぱ三つ間とか新庄取りましたけど、三つ間と谷本、やっぱ使い切って、ちょっと最後の方打たれ出したんでね。ちょっとピッチャーのセットアッパーとかもあってもいいんじゃないですか。とりあえずこれでいきましょう。さあ、そうやって契約更改ですが。ビシエドは、ちょっとどうしましょうね。ちょっと一旦考えます。ビシエドは。うわー、ゲレーロやっぱりサンボックス。まあ、そうだよな。タイトル取ったから倍いくわな。3億3000か。ちょっと高っけーな。まあ、なんか2冠取ったんで、まあ、これは、まあ、倍額以上ってことっすか。まあ、そうですね。ここはそんなに我慢する必要はないと思います。山井は、山井はもう全然いいっすよ。こんだけ下げてくれたら嬉しいですね。
で、谷本が、うわー、谷本倍か。倍近くか。ちょっと、まあ、ずっと見ていきましょう。これ明らかにおかしいぞっていう人はちょっと、ストップします。まあ、吉見もいいですね。うん。あ、それで森野は引退ですか？まあまあ、そうか。あ、っていうことは、なおさらちょっとサードファースト欲しいですね。ファースト欲しいですね。まあいい。まあ、森野はちょっと引退で行きましょう。で、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あ、じゃあ、田島高っ。ちょっと待って、タイトル取ったけど、田島ちょっと待ってくださいよ、これ。これはちょっと私はちょっと、パードゥンですね、これ。ちょっと、これぐらいでいいんですか？大学でしょ、せめて。大学ちょいでしょ。これでしょ、せめて。あー、脱走も引退ですか。早いですね。まあ、ただ能力はもう落ちてきてるんですよね、これ。かなり。落ちてきて、あー、そうですよね。落ちてきて、まあ、まだ若いんですが、33歳。まだ衰え、まあ、ただ、まあ、そうですね。ちょっと中継ぎ一人。あー、って岩瀬もやっぱ引退か。あー、岩瀬はちょっとまだ、まだまだいけると思ったんです。いやー、まあけどそうか。どうしよう、ちょっと岩瀬、コーチに残したいな。ちょっとデニーさっきやったけど、ちょっと、岩瀬、投手コーチ転身しましょう。せっかくなんで。やっぱあんだけのレジェンドなんでね。250セーブは3番ですからね。で、まあ、荒木は全然これでいいですよね。それから、又吉は、まあまあまあ、ですね。で、ロンドンは、残念ながら自由契約します。バルデスも、ちょっと待って、バルデス高えな。バルデス、いや、勝ったけど、ちょっと高いんじゃないか、これは。うわー、どうしよう。もう、だいぶだけ能力落ちたしな。うわ、まあ、14勝したからっていうのはあるけど、2億は高えな、ちょっと。ちょっと待ってください。うわ、どうしよう。バルデス最後打たれたんだよな、確かにな。正直40歳2億は出せないですよね。ちょっとやっぱり外人、結構取らないといけないですね、これね。ちょっとビシエドはやっぱり残しましょう。ちょっと。ビシエドはちょっと、まあ、成績あまり良くなかったんですが、ちょっとこれで若干減らして、残します。で、ちょっと、バルスちょっと活躍したんですが、先発いなくなっちゃうんですが、ちょっとこれ新外人取るということで、ちょっと、これは活躍しても40だからね、能力落ちてるんで、ちょっとこいつは残念ながらちょっと、自由契約させます。問題、ちょっともったいないけど。で、藤山、そうだな。で、岡田投げてねえよな。まあ、この辺は投げさせてないから、なんとも言えないんだよな。どうしましょうね。福谷とか。まあ、自ら落としてる人はいいんですよ。こういう風に落としてる人はいいんですけど。ちょっと、落とします。あ、まあ、200ずつ落とすか、ちょっと。基本ちょっと統一させましょう。まあ、どの上はまあ、一応出てくれたし、まあ、守備でも、あれだったんで、まあ、100ぐらい落とすぐらいで。まあ、この袖みたいこう落としてくれたらいいんですよ。あー、冗談も結構取るな。ちょっとこれは、待ったわですね。ちょっと、これぐらいで我慢してください。若松も投げてないんだな。若松もちょっと、契約、ちょっと200落とします。杉山は覚醒したんで十分ですね。福田もいいね。これぐらいでいいんだよ。工藤が、はいはいはい。うわぁ、小笠原一気上がったな。いや、でもやで。
ちょっと上げすぎだな。もうこれぐらいでいいでしょ。亀沢、おう、亀沢めっちゃ上がった。あれ、亀沢はまあ、打ってるからな。亀沢をスタメン取ってほしいし。まあ、ちょっと、亀沢ちょっとまあ、これぐらいしますか。おー、小熊一、おい、一プレイヤー、こんな一年で一応プレイヤー、ちょっとおかしくないかい。それは気違いだろ。まあ、同等だと亀沢たちと同じぐらいこんなもんだろう。柳はまあ4勝してるんで、まあって言ったらちょっとよく行き過ぎじゃないですか。ちょっとこれぐらいじゃないですか。あーあと八木も引退、はあ、ちょっと引退選手多いな。うん、まあ松田さんはよく頑張ったんでね、最初の方。これでいいでしょ。ああ、はいはいはい。お、長田が、いやー、長田はちょっと行き過ぎだな、これ。5000万ぐらいいい、ね、うん、あ、いいですね。こう、自重してくれる人、活躍しても自重してくれる人はいるんですよ。ああ、目あちらとかもこれぐらいでいいんですよ。うん、ああ、あれ、まあ、笠原はそうだな。笠原はこれぐらいでもいいと思うんだよな。伊藤も、うん、よく頑張ったと思います。途中怪我しちゃったけど。あ、まあ、ちょっと変えるか。こんなもんするか。うん。まあ、あとは、それ相当ってとこですかね。うん。あ、三つ間があったわ。三つ間。まあ、三つ間セットアッパーで頑張ったね。まあ、10倍じゃん。まあ、ちょっと10倍やりすぎだな。まあ、これぐらいでしょ。はい。で、現在、引退する人とか、抜ける人を抜けると、森の、朝尾、岩瀬、あ、あと自由契約か。で、ロンドン、バルデス、で、アラウホも抜けましたよね。ピッチャーが5人抜けたのか。ピッチャー5人と、森の、あ、ピッチャー6人か。ヤギってピッチャー6人と、森の、あ、ピッチャー6人も抜けた。ああ、そう。ちょっとピッチャー結構抜けたな。そうすると、そう調子だとやっぱりピッチャーを取らないといけなくなっちゃうな。うん。あ、まあ、ピッチャーが外人は2人取りに行くと考えると、まあ、それでもちょっと枠があるな。まあ、いっか。で、あと、ちょっと、こいつの能力も低いからって落としたい人が、まあ、どうでしょうね。それでもまだないだよね。福田もね、ちょっと落ちてきてんだよな、能力。うん、福田はあれけど。工藤もちょっと落ちてきたな。ただ工藤は意外と使い勝手がいいんで。うん、あとは、野本いるか？野本がちょっともう、正直いてもいなくてもいい感じなんだよな。結局ヒット打ってねえしね。ちょっともう今、自由契約しましょう。これで野手2人。それから、竹山さんいるかな？竹山さんもちょっと、能力がもう低すぎるから、もうこれ以上もう、見てらんない感じだよね。まあ、伸びしろがある人はいいんですよ。うん、キャッチャーもちょっと、もういるんで、割と。ちょっと竹山さん、残念ながら、ちょっと、自由契約しましょう。竹山さんも。あー、種もちょっと落ちてきたな。まあ、種はなんか割と打ったから、まあ、まだ。あー、松井まだ伸びてるな。ほー。この辺とかがな、どんどん成長してくればいいんだけど。ね。
そうだ、これの良くないところはあれなんで、ここでもう、来契約する人って決めないといけないからね、ドラフトが普通先なんだよね、すっげえ、ほんとは。三つは、まあ、ちょっと、こう、判断が難しいね。まあ、あとはそれなりに育ってるんで、まず様子見にしますか。とりあえず。意外と引退者が多いんで。とりあえず、じゃあ、自由契約とか含めて、野手が、3人。それから、ピッチャーが、アラウフを入れたら、1、2、3、4、6人か。6人ですね。っていうのだけを覚えときましょうか。うん。まあ、あとはちょっと、トレードとかもあるんでね。で、たつビシエラちょっと残しましょう、とりあえず。ね。万が一忘れたい方取れなかったらの話もあるんで。ちょっとこれでいきたいと思います。はい。ということでですね。はい。はい。で、岩瀬は、はい。コーチになりました。で、八木引退、森野引退、麻生引退、竹山は自由契約、野本自由契約、バーレスも自由契約、ロンド自由契約。ということですね。まあ、本当はバーレスを残したかったんですけどね。ちょっと欲張りすぎましたね。はい。そして、いよいよドラフトになります。なんですが、ちょっと動画が長くなりそうなんで、一旦ここで、動画を切り上げたいと、思います。ちょっとね、ドラフト、ちょっと楽しみなんでね。社会人ナンバーワン投手、知念、高校ナンバー外野手、豊福という評価高いようですね。まあ、この辺ちょっといろいろ見ながらまた、お伝えできたらと思います。それでは、続いてのドラフト会議でまた会いましょう。はい。では、さよなら。